はい、皆さんこんばんは。なんか喉の調子はまだ悪いんすけど、はい。まあね、ちょっと一応簡易自販機で売ってるやつ、なんか簡易 PCR 検査、なんかいろいろ賛否両論言われてますけど、はい。あれ念のため心配だったんで出しときました。まあそんな今日この頃ですけど、まあとりあえずね、リクエストシリーズやりたいと思います。はい、サンワイズのね、はい、1980年に東京の狛江で、はい、有限会社として産声を上げたサンワイズの第一作目、はい、バイキングですね。はい、サンワイズで珍しくこの駆動系があります。はい、で前も動画で言ってるんですけど、主張がすごい激しいんすよ。でまずここでしょ、まあ第一作目なんでね。はい、でここの、はい、ここで、あとはコンパネ、はい、ここもですね。で、これ150台しか製造されてないんですよ。はい。なので、これが、104台目ですね。見えるかな？はい。一応こんな感じで、ちょっとこれ落ちちゃった。はい。激レアな筐体です。はい。本当の初期のサンワイズの作品ですね。まあ、こんな感じでデモが入るんですよ、一定時間ごとに。まあ、一応中はこうなってます。はい、よいしょ。で電源で、はい、で DC モーターですね。払い出しは、はい、で取説、キャッシュボックス、リレー基板、リレーのサブ基板ですね。で上がメイン基板です。はい、メインこんな感じです。取説こんな感じですね。はい、一応これね、東京のとあるまあ駄菓子兼おもちゃ屋さんにあるのと、それぐらいかな、俺知ってんの。はい、石川のとある業者さんのところは確か数年前にオークション出てました。はい、これはそれとは違うんで、なんかあれ落札されてたな。まあだから今多分実稼働してんのは東京の駄菓子屋さんってか、あそこまであんのかな、あそこにあるやつぐらいじゃないですかね。うちのやつ全部蛍光灯つけたんですよ。ビルボードのところは交換可能、簡単なんでどこもついてると思うんですけど、ここの盤面の中の蛍光灯ですね、あれビルボードとは別なんですよ。でこれ裏から裏のバックドア開けてまあ交換するんですけど、すっごい大変なんですよ交換。マジで。はい、だから多分東京のところはついてなかったんで諦めたんでしょうけど、僕なんとかして2時間ぐらいかかったのかな、そこの蛍光灯交換するのに。ほんと大変でした。はい、ちょっとメンテ考え交換を前提に考えてられてないような構造なんでね。はい、であと面白い話をすると、この駆動系のここっすね。はい、これ虹側、要は駆動走行側って言い方もおかしいんですけど、はい、上側の駆動側が下に来てるんですよ。まあ、これ逆吊りかけっていうか吊りかけなんですけど、鉄道系で言うと、まあ、基本的には一時側、駆動側は上になるはずなんですよ。はい。なんですけど、まあ、これ逆吊りかけですね。車両系で言うとちょっとEF66 の、まあ、中身とちょっと似てますね。
ただあれ JR 公開してないんで、あの構造。まあいいや、機関車の話はやめましょう。はい、そんな感じです。まあ一応ね、はい、なんだこれ、釣りかけ、あ、釣りかけクールですね。はい、でまあサービススイッチとかそんなものない時代のやつなんで、1980年ですからね。なんでもう40年以上経ってるエレメカではあります。よいしょ。ちょっと簡単なあの紹介で終わりたいんですけど、ちょっと軽くやっていきましょうか。で、トリセツはこれ上から貼ってあるんですよ。後年多分メンテやってたんでしょうね。で、それで上から、後張りされてます。なんですけど、これ、狛江の時代なんで、これ分かりづらいな。こんな感じで、あ、やべ。ちょ、ごめんなさい、ディップ表映っちゃってたんで、やべえな。ちょ、ごめんなさい。まあ、そんな感じでね、とりあえず。はい、よいしょ。じゃあやっていきましょうか。まあ、これ6回ってやるんですけど、これ今3回なんで、はい、一応純正のシール残ってたんですけど、ちょっと調子悪いかな、セレクター錆びきちゃってたんで。あー、ダメだな。入った。はい、じゃあやっていきましょう。で、これ前の昔の動画で言ってるんですけど、制御入るとき誘導なんすよ。ランプの LED のこの進んでいく速度、点灯速度と、あと上の駆動側で、あ、取れた。はい。上の駆動側の速度が遅くなって、ダブルで誘導するんですよ。ほんと珍しいっすね。はい。次来るかな？ちょっと待ってくださいね。次なんすよ。多分制御入るの。ほら、緩くなったでしょ？すごいっすね、技術力が。やっぱサンワイズ、ズバ抜けてすごいな。第1作品目から、創業の。やっぱこれは、技術力やっぱすごかったっすね。じゃんけんマンはやっぱ開発するポテンシャルはあったってことですね。ヘタッペ。ヘタッペ。これ緩くなったでしょ。いやー、これすごいっすね。はい。で、この頃の、機械の特徴なんですけど、プライズとメダルを、この、ダブルで、まあ、機械あったんですよ。まあ、言っちゃうと、じゃんけんマン、フェイスのじゃんけんマンビッグとか、あとは、EMC の、じゃんけんおちゃらかほいとか、メダルとプライズの、兼用っていうか、なんか一部の機械は、メダルで最後まで行くと、記念メダル代わりでカプセルの景品を払い出すって機能のやつありますけど、まあね、あれ、アウトなんで金品と交換になるんでね。まあだから、そういうのにおおらかだった時代っていうことですね。で、これは、多分それの名残でしょう。メダルの、機能があったはずなんすよ。まあ、機能ってか、もともと当初はそういうつもりだったと思うんですよね、ここ。これメダルの、なんで、ちょうどこの真正面のところ空いてるじゃないですか。ここに多分ホッパーを設置してメダルもできるように、っていう考えだったと思うんですよね、ここ。はい。なんですけど、多分その、もともとその企画段階で多分それがなくなって、プライズだけのエレメカに
なったがためにここはその名残として残ってるだけっていう、はい、まあいい時代っすね。じゃあとりあえずあと2クレだけやりましょう。はい、強引に入れました。ボタンも全部これ純正ですね、そのまま残ってます。はい、誘導してますね。で最後の外れのところは端の外れですね。狙った場合、あの端っこを狙った場合は滑ります。滑ってドクロに当てようとします。で制御入るのは3回目ですね。3段目で入ります。滑りました。やっぱサンライズすごいっすね。これを80年にやっちゃうっていう、やっぱ、うん、技術力の凄さ。出ました。はい、まあこんな感じです。あとじゃあラスト1回、はい、やりましょう。うん、入ってほしいんだけどな。入りました。じゃあ行きましょう。もう国宝系の筐体なんでね、マジで現存数が多分指で数えるぐらいですね、こいつ。はい。だから末永く大事にしたいと思います。てか俺絶対に捨てたり売ったりしないんで。はい。だから必ずあります。はい。このボタンも純正で残ってるんだね。ちゃんとメンテナンスしてますから。ありますから。あ、出た。出た。誘導ですね。じゃあこんな感じで、はい、バイキングの紹介はひとまず終わりたいと思います。何紹介しようかな、次ハロースリークか。まあこういう激レアな、はい、キティネオミにもあるんですけど、あと上は、はい、お約束のプライズとか、シャンフィギュアですね。が山積みになってます。はい。まあ、こんな感じの別荘で、とうとう機械もね、76台。あの、別荘、ここの別荘だけで76台になりました。機械が。ちょっとね、あの、居候してる、まあ、同居人が、もう結構激怒してて、はい。まあ、ちょっと今同居してる、はい。まあ、子がいるんですけど、激怒してて、あの、捨ててお願いだからって、すげえうるさいんですよ。まあ、価値がわかんない一般の人にはね、あの、捨ててになっちゃうんですけど、はい。まあ、国宝級の筐体なんで、まあ、めげずに僕は、はい、保存していきます。今日、奴いないんで。
同棲してると本当に疲れるな。ストレスしかたまんないですよ。マジで。はい。まあいいや。ごめんなさい。ちょっと話それましたが。はい。じゃあこんな感じで。ご視聴ありがとうございました。では次回にご期待ください。失礼いたします。